マスターオブガーデン。困ります、お客様。こちらは特別なお客様専用の売り場です。人を探しているんだ。失礼、この方は私の知人でして、私がご案内しますので、この場は収めていただけませんか。助かったよ、アイリス王女。やはりメイゴさんを探しに。ベアトリックス様、今度行われる聖人選定の儀、よろしければご一緒しませんか。そこでならあの子が見つかるかもしれない。ベアトリックス様、コートを着てもよろしいでしょうか。これは没収だ。きっと皆もアイリス王女のその服を見たいはずだからね。この衣装で表に出るには心の準備が。やはりこの衣装は恥ずかしいです。小鳥たちの自由さは私が知る美しさの一つだ。それを伝えたかった。しかしこの衣装と聖人選定の儀に一体どんな関係が。ということで、クリスマスまでの間、強盗やひったくりなどの犯罪抑止のため、街中の巡回を増やしてはどうかと考えております。買い物客、それに各店舗で扱う高価な品物の増加を見込んでですか。いい視点だと思います。異論はありませんので、そのまま調整を。ただし団員たちの超過業務にならないよう十分に配慮してください。承知いたしました。クリスマス、最近になって現れた文化だけど、市政には想像以上に浸透しているようね。親しい相手へ贈り物をしたり、ツリーやリースを飾ったり、城内では馴染みのない概念だけれど素敵だわ。私ももっと国民たちの暮らしについて学ばなければいけないわね。あれ、アレクシア。ね、姉様？待って、そんなに慌ててどうしたというの。なんでもありません。だったらどうして逃げ出したのかしら。もしかして何かあったの。それなら相談に。急いでいるので。その学校の友人と約束があって、だからもう行きます。アレクシア、逃げられた。どうして。アレクシア、ちょっと話が。今から鍛錬の予定があるので。たまには一緒に稽古を。先生に呼ばれてまして。アレクシ、見回りに行ってきます。もしかして避けられてる。でもどうして。はあ、また逃げられてしまったわね。以前よりはあの子と分かり合えていると思ったのに、なかなかうまくいかないものね。困ります、お客様。何、揉め事かしら。こちらは特別なお客様専用の売り場です。関係者の方以外は立ち入り禁止でして。人を探しているんだ。お付き添いの方でいらっしゃいますか。であれば私どもでお探しいたしますので。あの子に心当たりがあるのか。私とよく似たエルフの子だ。どこで見た。何でもいい、手がかりをくれ。エルフのお客様ですか。本日はお客様の他にはお見かけしておりませんが。そうか、わかった。あとは自分で探す。
世話をかけたな。ですのでお客様、こちらは特別な売り場でして。失礼、この方は私の知人でして、私がご案内しますので、この場は収めていただけませんか。あ、アイリス殿下、これは大変失礼いたしました。それならば何も問題はございません。必要であれば個室をご用意いたしますが。いえ、それには及びません。どうぞお気遣いなく。承知いたしました。では何かございましたらいつでもお呼びつけくださいませ。さて、お久しぶりです、ベアトリクス様。助かったよ、アイリス王女。どうにも話が通じないようで難儀していたところだったんだ。そのようでしたね。やはりメイゴさんを探しに。ああ、最近若者の間でここが人気だと耳にしてね。何やらいろいろな品が並んでいるが。ここは皆が買い物を楽しむ場所ですからね。ただこちらの売り場でメイゴさんを見つけるのは難しいかもしれません。なんせ出入りするのは上流貴族や一部の富裕層ですので。そうだったのか。ということは君も買い物に。ええ、クリスマスプレゼントを選びに。クリスマスプレゼント？ベアトリクス様はクリスマスについてはご存知ですか？名前くらいは。町のあちこちでその名にちなんだ商品が売られていたからね。簡単に言えば冬に行う祝祭のようなものなのですが、その中に親しい人とプレゼントを贈り合うという風習があるらしいのです。ですから私もそれに乗っ取ってみようと思いまして。なるほど、素敵だね。いい贈り物は買えたのかな。はい、さすがは三つ星商会ですね。きっとこれなら妹も喜ぶかと。いえ、失礼しました。懸命にメイゴさんを探されているのに私と来たら。構わないよ。それに私なりにクリスマスというものを楽しもうと思っているところだ。私もあの子と再会できたらクリスマスプレゼントとやらを送り合ってみたいものだな。そうでしたか。でしたらメイゴさんを探しながらクリスマスも楽しめればよいのですが。そうだ、ベアトリクス様、うってつけの催しがあります。クリスマスを楽しめて人探しもできるものが。本当か？はい、今度行われる聖人選定の儀、よろしければご一緒しませんか？聖人選定の儀？聞いたことがないな。無理もありません。今年新たに制定された祭事ということですから。私も詳しくは知りませんが、何でもクリスマスにちなんだものだそうです。私は来賓として招待を受けていますが、参観は誰でもできるそうなので、おそらく多くの国民が訪れると思います。そこでならあの子が見つかるかもしれない。あるいは手がかりを持つ者がいるのではと。ベアトリクス様さえよければご一緒にいかがでしょうか？願ってもない申し出だ。ぜひ参加させてもらおう。ではすぐに関係者へ連絡します。当日は儀礼用の特別な衣装が必要だと聞いていますので。わざわざ着替えるのか？祭事にはよくあることなんですよ。私も王女という立場上何度か経験があります。聖人選定の儀は初めて参加するので、私も詳しくはありませんが、きっとその名にふさわしい厳かな衣装なのでしょう。そういうものなのか。あまり聞かざることには慣れていないのだが。ベアトリクス様ならどんな衣装でもお似合いになりますよ。そのベアトリクス様、コートを着てもよろしいでしょうか？さっきも言っただろ、これは没収だ。きっと皆もアイリス王女のその服を見たいはずだからね。待ってください、この衣装で表に出るには心の準備が。
やはりこの衣装は恥ずかしいです。そんなことはない。可愛らしくてとてもよく似合ってるよ。しかしこの衣装と成人選定の儀に一体どんな関係が？実はそのことなのですが、お二人ともとってもお似合いです。さすがコンテストの優勝候補ですね。コンテスト？私が参加するのは成人を選定する儀式のはずだが。間違ってはいませんよ。聖夜に最もふさわしく美しいサンタを選ぶミスコンテスト、それが成人選定の儀ですから。それではお時間になりましたらステージへお願いします。頑張ってくださいね。言ってしまったか。アイリス王女、これは一体。申し訳ありません。私も成人選定の儀の内容についてすっかり勘違いをしておりまして、選ばれた者が成人の称号を賜り祈りを捧げるといったようなおごそかな儀式かと思っていたのですが、実際はミスコンテストとやらだったというわけか。ええ、何も知らなかったとはいえ、こちらは私の不手際。今からでもベアトリクス様の参加を取り下げるよう運営に掛け合いますので。いや、その必要はない。ですが。確かに驚きはしたが、別に嫌だったわけじゃない。誘われたとはいえ、参加を決めたのは私の意思だ。それにコンテストとやらに出場すれば、舞台の上からあの子を見つけ出せるかもしれない。ベアトリクス様。それに祭事には多くの一般客が訪れるのだろう。その者たちの期待を裏切ることになっては忍びない。想定外の事態だというのに、なんて心の広い。ベアトリクス様のおっしゃることはもっともね。私としたことが衣装の愛らしさに慌てるばかりで、肝心の民のことをおろそかにしようとしていた。形式はどうであれ、成人選定の儀は国民のための祭事であることに違いはない。ならば私の取るべき行動は一つ。私も覚悟を決めました。やるからには全力で参りましょう。互いに励むとしよう。内容はよくわからないが。紳士淑女の皆様、お待たせいたしました。最もサンタにふさわしいのは誰だ。ミスコン成人選定の儀、いよいよスタートです。おそれでは出場者の皆様、ステージへどうぞ。ちょっとあれ、アイリス王女様じゃない？隣は武神と名高いベアトリックス様だぞ。武神祭以外で顔を拝めるなんて今日はついてるな。観客の皆さん、まさかの豪華な参加者に驚きを隠せないようですね。かくいう私も興奮が収まりません。見られることには武神祭で慣れていたつもりだが、不思議な感覚だな。ええ、同感です。少しばかり、いえ、かなり緊張しています。では最初の審査に入りたいと思います。まずはこれぞミスコン、美のアピールから。美のアピール？アピールの方法は皆様の自由です。ではエントリーナンバー1番の方からどうぞ。あれは何をしているんだ。アピールと言っていたが、おそらく歩く姿の美しさを観客に示しているのではと。あくまでも予想ですが。ただ歩くだけでいいのか。剣を抜き技を見せなくても。会場の雰囲気を見るに必要なさそうですね。確かに
そうなると私は一体何をアピールすれば。部以外に示せるものなど持っていないのだが。そもそもこのコンテストで競う美しさの定義が曖昧ですね。聖夜にふさわしくサンタが似合う美とは。見事なウォーキングでしたね。それではエントリーナンバー2番の方どうぞ。今度は舞踊か。これは確かに美しいですが。お待たせいたしました。お次は武神ベアトリクス城の出番です。ベアトリクス城、張り切ってどうぞ。ベアトリクス様、大丈夫。いや、いささか不安は残るが、つまりは美しいものを観客に見せればいいんだな。ええ、そういうことかと思いますが。ベアトリクス様は何をするんだろう。剣舞か、それともエルフに伝わる何かか。変ね、ちっとも動かないじゃない。これは一体どういうことでしょうか。ベアトリクス城、微動だにしません。笑顔を浮かべるでもなく、ポーズをするわけでもない。ベアトリクス様は何を考えていらっしゃるのかしら。あら、ねえ、あれを見て、小鳥たちが。なんということでしょう。口笛に誘われ、小鳥たちがベアトリクス城の肩へ、腕へ、止まっていく。それだけじゃない。周囲に羽ばたく小鳥たちの楽しそうなこと。あの光景は、なんと神々しい。絵画を見てるみたいだ。これぞ自然を愛するエルフならではの美なのでしょう。私は己が見せられる美など持ち合わせていない。だがここにいる多くの者と同じように美しさを感じる心がある。小鳥たちの自由さは私が知る美しさの一つだ。それを伝えたかった。素晴らしい、素晴らしいアピールです。独自の解釈によりここまで観客の視線を虜にできるとは、武神は美の神でもあったのか。さすがベアトリクス様、これは私も負けてはいられないわね。さて最後はお待ちかね、ミドガル王国の第一王女アイリス様のアピールです。アイリス王女どうぞ。どうしたものかしら。他の参加者たちのように愛らしく微笑むことも、魅惑的な仕草をすることも私の性分ではない。かといってベアトリクス様のようなアピールもできそうにない。ならば私が示せる美は。キャー、こんなに近くで拝見できるなんて。何を見せてくださるのかしら。会場の皆様、本日はこの場をお借りして、私アイリス・ミドガルより宣誓をさせていただきたいと思います。宣誓？こんな場で？これはまた予想外の展開です。しかし参加者のアピール方法は自由。一体どんな先生が飛び出すのか。私アイリス・ミドガルはこの地に住まう全ての民を愛し、慈しみ、そして敬うことをここに誓います。王族というものは確かに国の頂点に位置しています。ですが私は決してあなた方民を己の足元に存在しているなどとは思いません。国とは神です。国民が幸せに生きずして国が栄えるでしょうか。答えはいいな。
民が豊かであり幸せであることこそが国の繁栄につながります。そしてそれを実現するために我々王族がいるのです。私はこの国を、民を幸せへと導くべく身を賭して王族の務めを全うする所存です。私にできることはたった一つしかない。それは国と民を思う心を示すこと。なんてことだ、まるで未来の戴冠式を見ているようじゃないか。アイリス王女万歳。アイリス王女万歳。会場中から万歳の声が響いております。まさかの展開、かくいう私も涙が止まりません。さすがはアイリス王女、見事な弁舌だ。それでは第2審査を開始したいと思います。お次の審査員は子供たちだ。皆さんにはステージに集まった子供たちと遊んでもらいます。サンタなら子供の相手はお手の物ですからね。遊べと言われても何をすれば。遊ぶとは一体、そもそも私に子供たちの相手が務まるのかしら。実の妹にさえよそよそしくされているのに。あの子たちと遊べばいいんだな。なら任せてくれ。ベアトリクス様。そこの少女、君も狩人にならないか。狩人？何それ。鳥も四つ足の生き物も弓矢さえあれば射抜ける。それが狩りの極意だ。私たちエルフもまず遊びを通して狩りの仕方を学んでいく。ただし遊びで命を買ったりはしない。あくまで今からやるのは狩りごっこだ。君の想像でいい、弓矢を。このお姉ちゃん怖い。泣かれてしまった。なぜ。ベアトリクス様も苦戦なさっているようだわ。狩りだってよ、今時そんなのするやついねえよな。ほんとほんとダサいよな。エルフとして生まれた者は生涯を通して狩りに勤しむ。笑われる言われなどないのだが。何それ、意味わかんねえ。それより面白いことしてみろよ。その言葉遣い、あまり良いとは言えませんね。初対面の、ましてや年上を相手に。少し改めてはどうです。今は僕たちの方が偉いんだけど、なんたって審査員だから。困った子たちね。ここでは強い態度に出られないし、どう対処するべきかしら。お前たちすっげえ強いんだろ。だったら受けてみろ、俺たちの連携技。突き槍くらえ。あれ、いない、俺の剣もない。どこ行った。探しているのはこれか。君がこの玩具を振り上げた瞬間だ。すまない、つい体が反応してしまった。連携にしてはまだまだお粗末ですね。捕まった。力を傘に安易に他人を攻撃する。子供とはいえさすがに見過ごすことはできません。どうする、少年。アイリス王女は本気だ。すっげー、二人とも超かっこいい。急にどうしたんだ。武神ってやっぱすげえんだな。
俺にもさっきの技教えてよ。僕も教えてもいいですが、技以前にするべきことがあるでしょう。人に教えを請うときはしっかりと頭を下げて教えてくださいと頼むのが筋というもの。武芸を習いたいのであればなおさらです。強さとは清廉な心から培われるのですから。さ、もう一度。ごめんなさい。剣術を教えてください。僕にも教えてください。いいだろう。おっと、またまた意外な展開だ。ベアトリクス嬢とアイリス王女による剣術稽古体験。子供たちは嬉しそうです。あらあら、見て、アイリス王女様のお優しそうな笑顔、やっぱり素敵ね。ベアトリクス様の凛々しい表情だっていいじゃないか。真剣に教えてるのが伝わるってもんだよ。お疲れのご様子ですね。やっとの休憩時間ですし、無理はありませんが。ああ、思っても見なかった閃光が続いて驚いてばかりだったよ。私もこれまでに体験したことのない内容でしたので、正直戸惑ってしまいました。けど、なかなか新鮮で面白いね。それも同感です。あの子がここにいればもっと心が弾んだのだろうか。ベアトリクス様、すまない。君に心配をかけるつもりはなかったんだが。ベアトリクス様は家族思いなのですね。メイゴさんのために様々な場所に足を運んで。大切な人のためだからね。アイリス王女は違うのか。いえ、きっと同じように探したでしょう。妹とアレクシアと離れ離れになってしまったら。そうだろう。君の妹はいい姉を持ったね。いえ、いい姉なんてそんなことありません。最近もずっとよそよそしくされていますので、顔を合わせるたびに逃げられてしまって、まるで避けられているような。何か理由があると思うが、本人には聞いたのかい。いえ、聞くのが怖いのかもしれません。よくわからないな。どうして家族を怖がる。あの子、アレクシアは最近変わりました。私の知らない間に友人を作り、一人で何かに悩むことも多くなりました。よそよそしいのもきっとアレクシアの中で変化があったから。そういう年頃なのでしょう。成長とも言えるね。悪いことではないはずだ。ええ、もちろんです。それでも気になるのが姉という生き物なのでしょう。本音を言えば、何があったのと聞いてしまいたいのです。しかし私にはそれができない。それはどうして。過去を繰り返すのが恐ろしいからでしょうか。私の言葉であの子が苦しむのを見たくはないのです。きっと口を出すべきではないんでしょうね。言葉をどう受け取るかは本人次第だよ。時には意図せずとも傷をつけてしまうこともあるが、それでも言葉にしなければ思いを伝えることはできない。それはベアトリクス様のおっしゃる通りだわ。あの子を傷つけたくないと思うばかりに、私はいつの間にか臆病になっていた。でもこのままではいつまで経っても分かり合える日は来ない。そうですね、このコンテストが終わったらアレクシアと向き合って話してみます。あの子がどういう反応をするかは分かりませんが、それでもまっすぐ自分の思いを伝えたいと思います。いい笑顔だね。そうでしょうか。きっと妹を思う心がそんな顔を引き出したんだろう。やはり家族はいいものだ。はい、
私もそう思います。まもなく最終審査が開始となります。会場へのご移動をお願いいたします。もうそんな時間か。少しおしゃべりが過ぎてしまったかな。いえ、とても貴重な時間でした。ありがとうございます。ここからは再びライバルとなりますね。最後まで正々堂々戦いましょう。ああ、お互い全力を尽くすとしよう。よろしく頼む。さあ、成人選定の儀もいよいよ大詰め。ここからは最終審査となります。雪原から森を回って一番早く町へ戻るのは誰だ。トナカイレースの開催となります。トナカイレース、つまり乗馬のようなものだろうか。市政に広まっている話によれば、サンタというのはトナカイが引くソリに乗るそうです。それにちなんでということでしょうね。ただし今回用意したのは普通のトナカイではありません。皆さんにはあちらの魔獣トナカイを乗りこなしていただきます。魔獣？それは危険なのでは。ご安心ください。魔獣といってもある程度調教済みですので。まあ中には暴れん坊もいるとかいないとかですが。どの魔獣トナカイを選ぶかは皆さんの自由。そして早い者勝ちですよ。それではよーいスタート。面白い。他の参加者がどんどんトナカイを選んでいる中、さすがの余裕ですね。ああ、私はゆっくり選ばせてもらうよ。おや、あれは。おっと、一頭の魔獣トナカイが参加者を拒んでいます。あれは最も凶暴なオスのメリーホイップくんだ。メリーホイップくん、可愛い五感とは真逆の見た目ですが。うん、あの子は随分と足が速そうだ。ええ、ですが少々しつけが甘いようですね。どうやら今度はアイリス王女とベアトリクス女王をロックオンした模様。一体どうなる？ん？決めた。私はこの子に乗るとしよう。お待ちください。私もちょうど目をつけていたところですので、こういうのはいかがでしょう。どちらか懐かせた方がメリーホイップ君に乗るというのは。いいね、そうしよう。とはいえこのままでは懐かせるのも難しいか。それならまずは上下関係を分からせるですね。ああ、弱肉強食は自然の掟。どちらが強いかを覚えさせなければ。おっと、メリーホイップ君がひるんでいる。二人に嫌悪されているのか。あくまで抵抗するつもりね。あの角と脚力には気をつけた方がいい。まともに攻撃を食らったら危険は免れないよ。そうですね、慎重かつ大胆にこちらの力を見せつけましょう。アイリス王女、今だ。ええ、お任せください。ようやくおとなしくなったようですね。あら、なんと暴れん坊のメリーホイップくんがアイリス王女にすり寄っていった。おや、どうやらその子の乗り手はアイリス王女で決まりのようだ。よしよし、良き相棒になりそうだな。私も別の子を決めなければ。よし、準備はできた。アイリス王女、いい勝負にしよう。ええ、こちらこそ遠慮なく行きますよ。アイリス王女、ベアトリクス女王、共にトナカイに乗ってスタートを切りました。
かし他の参加者たちは苦戦しながらもすでに失踪中。果たして追いつくことはできるのか。メリーホイップ君でしたね。あなたも私と同じで負けるのは嫌いでしょう。向こうもかなりやる気のようだ。私たちも負けていられないな。これはお二人とも猛烈なスピードです。これは一波乱ありそうです。それでは私たちは先に町へと向かいましょう。さて、雪原と森を抜けて一番に町へとたどり着いたのはアイリス王女とベアトリクス城だ。さあ、ここからは一騎打ちです。果たして先にゴールをつかむのは。走り抜けて最後まで。ここが踏ん張りどころ。ゴール。気になる結果は、なんとアイリス王女とベアトリクス長同着1位です。逃げ切れるかと思いましたが、私もまだまだ甘かったようですね。いや、あの暴れトナカイをここまで乗りこなしたんだ。見事だよ。ベアトリクス様にそう言っていただけて光栄です。楽しい勝負でした。私もだ。久しぶりに熱くなってしまったよ。またぜひお相手願います。トナカイレースでももちろん剣でも。ああ、望むところだ。それでは結果を発表いたします。今年の成人に選ばれたのはアイリス王女、そしてベアトリクス女王、両名となります。甘んじてお受けしなければなりませんね。もちろんベアトリクス様も。ああ、ありがたく成人の称号をいただくとしよう。お二人とも本当におめでとうございます。これにて成人選定の儀は終了です。また来年お会いしましょう。本日は最後までお付き合いくださりありがとうございました。私も楽しませてもらったよ。興味深い祭事だった。ただ残念ながらここにも名はいなかったようだ。そうですか。今回もお力になれずですね。いや、気にすることはない。いつも協力してくれて助かっている。いえいえ、家族を大切に思う者同士、これからも力添えさせていただければ。ありがとう、頼もしいよ。私はいい友人を持ったな。では私はそろそろ着替えますね。この服装のまま帰るわけにもいきませんので。あの、少しいいですか。アレクシア、どうしたの、こんなところへ。成人選定の儀見ました。姉様もベアトリクス様もおめでとうございます。ええ、ありがとう。わざわざそれを言いに来てくれたの。たまたまですよ。たまたま儀式を見て、たまたま控え室を通ったから。こんな風に言っているけど、きっと私に会いに来てくれたのね。嬉しい。聞くならきっと今しかない。逃げずにあの子にぶつかると決めたのだから。アレクシア、ちょっと聞きたいことがあるのだけど。なんでしょう。ここ最近どうして私を避けていたのかしら。何か事情があるなら話してちょうだい。それは。もちろん何を言われても黙って受け止めると誓うわ。もし言いたくないのであれば今はそれで構わないけど、私にできることがあるなら。これです。これは三つ星の包み。クリスマスプレゼントです。私に。それならこれを。姉様からもプレゼントを。ええ、
どうしても渡したくて。市井の人々はクリスマスに大切な人へ贈り物をするものだと聞いたから。メリークリスマス、アレクシュ。世間ではこう言ってクリスマスを祝うのでしょ。その通りです。メリークリスマス、アイリス姉様。素敵な光景だね。失礼しました。ベアトリクス様のことをすっかり失念してしまって。謝ることはない。美しい姉妹の中に割って入るのも良くないからね。それより二人ともプレゼントを開けないのか。そうですね。ではクマのぬいぐるみ、とても可愛らしいでしょ。一緒にぬいぐるみ用のサンタ服も買っておいたから、寝室に飾ってはどうかと思って。ええ、そうしますね。それじゃあ姉様も開けてみてください。ええ、もちろん。アレクシアのプレゼント一体どんな。これはティーバッグです。前に三つ星で見た時にはハレンチだとおっしゃっていましたが、今日の衣装、姉様の考え方も変わってきたのでしょう。とっても似合っていますから。これも。この格好は成人選定の儀のため仕方なく。ティーバッグ、初めて見たが動きやすそうでいいね。ベアトリクス様。見たところ、いい素材を使っているようだ。ですから履き心地も抜群で。ほら、姉様もつけてみてください。もうアレクシア。サンタというものはトナカイを狩るのが得意だと聞いたよ。ぜひ競い合いたいものだ。盛り上がっているみたいだね。こういう賑やかさは好きだよ。顔には出ていないかもしれないが。メリークリスマス。これがクリスマスプレゼントになるといいのだが。